ジャンプ流体感カラー作画。これ、まあ、手汗防止ですね。汚れたなと思ったらすぐ交換したりとか。
多分これで大丈夫かと。何か描き始める前にこういう絵を目指してるぞっていうビジョンがあるとすごく描きやすくなるので、これだと本当にもう何も考えてないでなんとなくタッチポーズで腰に手を当ててるっていうのを思いついて、それを膨らましていったんですが、実際にこれを描いた時にまあさすがに動きがなさすぎるってことで、ちょっと動きを足してみようかっていうことでこの絵を描いて、まあ動きはあるけど、あの一つのイラストをこう見た目を良くするのにひねりっていう、まあ、テクニックがあるんですが、これだと思いっきりこう上半身と下半身で思いっきりこうひねりを加えてますが、こういうのがあった方が動きのあるいい絵になりやすいので、ちょっとそれを今回加えてみて、それでちょっと挑戦してみました。
面でも泉質に対しては気をつけますね。なるべくその丸っこかったり柔らかそうに見える線っていうのを意識して描きますね。あまり硬くなったりカクカクしたりしなくて、でなるべくシャープな線で描けると、あの女性らしさとか清潔感とかそういうのが出せるかなと思います。僕はほとんどの場所を G ペン1本で描き切ってしまうんですが、この目を描くときとかこの表情を描くときはもうほとんど全部もうミリペンに頼ってますね。先生、先のペン入れからちょっと色がついてるんですけど、はい、あ、そうですね、これ一回コピー機を通して色をつけるんです。これとか見てもらうと分かりやすいんですけど、この9巻以降は全部こういう風に主線の色を変えてて、ちょっと赤みがかったものに変えてるんですよ。コピーの段階でこの色で出力してくれって言ったらそういうことをしてくれて、でそういうことをすると、少し絵の印象が柔らかくなるっていう、女の子らしさとかを出しやすくなっていくので、こういう手法でやってますね。
以上で完成です。今回はキャラが1体だけ で背景なども特にないので、とにかく1体だけで華やかさとかもこの絵が持つようにどうすればいいかってことで、ちょっといつもよりほんの少しですが色を明るめに塗ってあったりとかしてますかね。そうですね、目は特に大事な部分ですよね。他の部分って結構影とかにあんまりこだわらないとか、たくさんの色を使わないようにしてるです。例えばこの辺とかってもっといろいろいろんな色を使ってもおかしくないんですけど、ここはもう本当にあえてただ一つの影色をペタッと塗って、あえて何も放置で、それで顔に目線とかをできれば集中してもらいたいので、目には意外と深くいろんな何種類かの色を詰め込んで、このちっちゃい中でもグラデーションとかをきれいに作って、でハイライトも足して情報量を増やすことでこう人の目線を引きつけようってしてます。色の早見表、完全に手作りです。コピックにも色味表ってついてるんですけど、こうなんかツヤツヤした紙にもう印刷でデジタルで起こされた色が載ってるんですが、コピックってあの塗る紙の材質によっても全然出る色が変わってきちゃうので、全部の色をここに塗り出して、でこれを見ながら色を選んでいくっていう風にしてますね。ジャンプ流電信創作の現場から。では先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速最初の部屋ご案内お願いします。はい、こちらになります。こちらは、資料室になりますね。ここに大体書籍が全部集まってるっていう、見過ごいからは想像しづらいかもしれませんが、なんかバキとか結構置いてますね。バキさん何かあると思うんですか。いや、というよりこういうのってあの僕の以前の担当とかがこう名作とか有名なものは読んでおきなさいっていうことでいっぺんにバーッと送ってきたんですけど、それをアシスタントどっちがこう読んだりするのでこう全面に来ちゃってるっていう、こう休憩時間にバキ読んでニセコイ書いてるみたいな。まあ趣味にも仕事にもすごくこう隣の怪物くんとかは参考というか勉強させてもらったりとかしてますね。好きすぎて、アニメのエンドカードを書いていただいたりとか。一番ってなるともう未だにもうワンピースを超えるものはないなと思ってます。まあ本当に子供の頃にワンピース読んでなかったら漫画家になってないと思うので、その作品が一番ですね。ただその上京するときに量が多すぎたのでこの本棚にはないんですけど、とにかく絵柄で可愛いのを描かれてる作家さんの画集とかっていうのはやっぱ逐一見たりしますね。どの部分が可愛いのかとか、可愛いパーツはどこなんだろうとか、いろいろ可愛いの研究のためにいろいろ覗いたりとか参考にさせてもらったりしてますね。もうニセコイではいろいろ温泉とか出てくるシーンが多いのでとても役に立ったなという。こちらが毎週原稿を書いている、まあ、あの作業部屋になりますね。と常時5人いますね。今は定期的に入れ替わりがあったりはしますけど、もう連載初期からのメンバーも2人ぐらい残ってて、もうその人たちにほとんど任せてれば、なんか新人の子とかにも全部教えてくれるのですごく頼りにしてますね。思い切り椅子にあのパーカーがかかってますね。もうこれもなんかサンプルグッズでそういうものだったんですけど、もうそれをみんなでこう開けてて、うわこんなのあるんだってみんなでわーって開けた後に、これほとんど使わないっていう話をしたら、さすがにそれはもったいないじゃないですかってなって、で僕も多分これを普段着にはなかなか使わないと思うので、じゃあ僕たちで着ていいですかっていう話になって、でみんなで着てくれて、これであの深夜の買い出しにコンビニまでこの姿のまま行って変な気持ちになるっていう。これで僕があのこのコマに集中線描いてほしいって時にはこう青鉛筆とかそういうのを使って、こうここには小サイズのとか、ここには大サイズの硬化線が欲しいですっていう指示を書いておいて、原稿を出すとアシスタントがやってくれるという。これはあのメインヒロインの血時計の部屋ですね。だいたいこういう内装になってるよという。隣のもや一焦げたやつぐにゃみたいなのはですね、これはあのトーンの指定なんですね。トーンっていちいちこう S の3037とかもう番号でついてるじゃないですか。あ、一瞬でピンときづらいので、そのトーンの印象にこうあだ名をつけちゃって、このもや1とかもや2とか。
パッと見たけどやっぱりニセ恋ならではというか、もうこういう恋感あふれる、はい、キラキラしたものが多いですよね。少女漫画に使いそうなっていう、この辺なんかはもう昔からもう乙女な雰囲気の代表みたいな。これトーンもそのニセ恋隠れで苦労されたというか。そうですね、僕はそもそもトーンってあんまり使ったことがなくて、使うのも苦手っていうことだったので、正直どういうトーンを使うのが一番この漫画とか雰囲気に合うのかっていうのが正直ピンとこなくて、もうしばらく使っててもう経験で覚えたっていう感じですね。本当はもっと幅増やしたかったんですけど、増えないままここまで来ちゃいました。アニメグラフっていうものがこう出たので、でそれでサンプルが届いて開けてみたら、こういうポスター状のものがいっぱいこう詰まってたんですが、表裏両方にこういう絵と説明があるみたいで、なのでこう2つ2部開封させてもらって、こちらが表なのかな裏かな、多分表で、こっち側にもその裏を貼って、ちょっとはニセ恋らしい現場にしようかなという意図で貼りましたね。作家さんの中にはそのアシスタントの作業場と自分の作業場を分けるという方も結構ちらほらいらっしゃるんですが、僕はもうあんまり一人になったら寂しいっていうのもあるし、一人になったら寝ちゃいそうだなという、そういう経験もあるので、僕はもうみんなと一緒に作業できるのが一番いいなと思ってここに置かせてもらってます。ここにほとんどニセコニまでの単行本が揃っていて、で上にもそういう小説とかファンブックとかで、こっちの方に移るとこう近場で使いたいこう画材じゃないや、画集とか使ってますね。こっちほとんどペンのために使う道具で、こちらが下書きに使う道具ですね。そして青鉛筆だけ特別で、これはあのトーンの指示とか、こう原稿用紙に青鉛筆が残っても印刷に出ないという特性があるので、そういう指示用に使う。大体この辺で全て揃ってるって感じですね。これものすごい安物です。あの漫画家になろうみたいなこうペン軸とペン先のキットが500円ぐらいで売られてたりするんですが、それに付属でついてるこうペン軸を未だに使い続けてるという。でむしろ安すぎるせいなのか、これ単体で売ってなくて、これが欲しくなった時にすごく困るという、全然売ってないんです。もう買うんだとしたらその漫画キットみたいなやつを探し出して、それ買ってもう他のペン先全然知らないものだったりするから、使わないのにそのペン軸だけもらうみたいな。こちらはですね、下書きとペン入れをするために最近使うようになった製図台ですね。こう椅子をすごく深く倒してこの状態でこう書いていくという、とにかく立てることによって紙に対してこう目線が直角になるようにしたかったんです。そうするとこう紙の角度のせいでこうパースが取りにくいみたいなことがなりにくくなるので、絵が描きやすくなるという。実際の時にはここにこう足掛けてこのぐらいの近距離でこう描いてるんです。そうするとすごく楽という、こう肘も置けるしということで腕も疲れにくいっていう、とにかく楽っていうのを追求した結果がこの形です。ここ数週分のネームがここにあるんですが、199話がここに、はい、こうチトゲのことを主人公のラクが好きになるっていうその決定的なシーンのネームがこれになりますね。最後のページがこういう、これが原稿になっていくっていう。また平均して 2,3 日ぐらいはかかるんじゃないでしょうか。そのシナリオっていう文字を書き起こしてからその後ネームというこういう小回りされた状態にしていくんですけど、どうしてもそれくらいはかかってしまいますね。あとは196話とかか、うん、関東からの回ですね。まあこれ普通の人間だったら告られてるって気づくよね。それはあの作者側も分かりながら書いてたり、僕たち作り手側ももう楽は本当どれだけ鈍感だったら気が済むんだろうなぐらいのつもりでいますね。これは僕はあの高校時代から書き溜めてきたものなので、結構な冊数があって全てにナンバリングされてるんですが、時期も書かれてますね。これを書き始めたら高校1年の文化祭明けって書いてますね。
高校1年生の秋ぐらいから、まあ、11月15日で書いてる。から2年間ぐらいはこの一冊にずっと落書きを続けたっていうことみたいですね。もう最初の方とかは、まあ、かなりもう今見るともう恥ずかしくてしょうがないのですが、もう全然絵柄も違ってて、本当にもう落書き帳ですね。ここでたくさんの妄想が生まれて、でずっと長いことやってるうちに今の形にまでやってきたという、本当に違う絵柄でやってますね。これとかもうワンピース片手に見てますもんね。この辺の表情とかって、うん、この口のいっぱいガパーッと伸びてるあたりとか、目も全部この辺とか開くと、連載前に一度描いたこの読み切り版のニセ恋でのキャラクターのちとげとかが結構載ってますね。いろいろ試行錯誤して、髪型もそうです。読み切り版だとこのサイドにちょっと髪をまとめてて、一度あの中華ファンタジーになりかけたんですよね。中華と西洋のハイブリッドみたいな、主人公のラクがこう西洋ファンタジー風の世界観にいて、で千鳥がこれなんです。名前ももう違うんですが、千鳥がもう中華系の国の人になってて、髪型とか衣装とかがだいぶファンタジックになっているっていう。ちなみにこれがシウなんですよね。もう全然名前も違うし、このバージョンを僕らが読む可能性ってあるんですか今後？いや今後はもう絶対ないでしょうね。僕もともとファンタジーとかもうバトルものとかっていう少年漫画に憧れてこの世界に入ってきたので、もともとワンピースが大好きだったっていうのもありますし、なので本当はそっちを描きたくてこっちの世界に来たんですが、そういう作品を描いていっても全然こう面白いものが描けなくて、でそこで困ってる時にこうその当時の担当が、君はなんかラブコメの部分を描いてるとすごく上手に漫画描けてるから、そのラブコメで連載してみたらどうだという、そういうアドバイスをもらって、そこからもうラブコメなんて一度も描いたことないし、そんなに読んだこともないんだけど、こっちの世界に入ってくることになって、そして今ニセ恋を連載するに至るという、そういう経緯ですね。僕のこう出身ってものすごく田舎で、あのコンビニとかも全然なくて、その週刊少年ジャンプが売ってないっていう、そういう現状の中育ってたので、雑誌っていうものに憧れがあったのではなく、そんな田舎の漫画のことを何も知らない僕でもジャンプっていう雑誌は知っていて、というかそこぐらいしか知らなかったから、この世界にこうジャンプっていうこう門を叩いてこの世界に入ってきて、そしていつの間にかこう頑張ってるうちにジャンプで連載をさせてもらうっていう機会をもらえた。で連載をしていく中で分かってきたんですね、ジャンプっていうものの凄さとか、それがこう読者たちとかいろんな人にとってどういう存在なのかという、それを知れば知るほどこれはすごい場所で書かせてもらってるんだなというのを身に染みるようになってきたので、いやー、いっそ頑張っていかなきゃなと、そう思う、そういう感じです。とにかくもう書くしかないです。本当に書かないで漫画家になることは不可能なので、もう誰でも言えることかもしれませんが、書くこと、あとはもう一つは同じぐらい遊んでくれればいいですね。もう友達とゲラゲラ笑いながらいろいろ話すのもそうですし、スポーツが好きならスポーツをするし、なんか趣味があるならそれに打ち込むのもいいと思います。もうその2つだと思います。いっぱい遊んでいろんな経験をすること、もう当人が楽しんでやること、あとはもう本当にもう描き続けること、漫画を描いて絵を描いて、まあ頑張ってこう言語まで描いてみるとかできると一番いいと思いますが、もうその2つが同じだけの量あれば、まあ一番いいんじゃないかとは思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第13回背景編岩。今回は背景として使用頻度の高い岩の描き方を学んでいこう。まずは下書き。全体のバランスを見ながら岩や岩肌の当たりをつける。
配置を決めたら細かな部分を下書きしていこう。続いてペン入れ、手前の岩からペンを入れていく。ひびやへこみは線を細く描くことでより立体感を表現することができるぞ。岩肌は細かくペンを入れながら描いていこう。ひびや岩の欠けを描いていくことでより自然な仕上がりになるぞ。岩が完成。手前から奥にかけて線を細くしていくことで奥行きを表現していくことができるぞ。続いて岩肌の表現を用いて荒野を描いていこう。まずは下書き。水平線を引き、大まかな岩壁のブロックを描いていく。続いて細長いブロックをイメージしながら細かな岩壁の当たりを描いていく。最後に陰影をつけていこう。続いてペン入れ。まずは岩壁の輪郭から描いていく。続いて手前の地面や岩を描いていく。
最後にバランスを見ながら岩壁のひびや陰影を描いていこう。遠くに配置した岩壁は影を多く入れることで奥行きを表現していこう。荒野が完成。手前は描き込み、奥は影を塊として捉えて描いていくことで立体感のある絵が表現できるぞ。岩の描き方をマスターし、漫画表現の幅を広げていこう。